ブグバグブグバグミブグバグ合わせてブグバグムブグバグキククリキククリミキククリ。本番前に滑舌の稽古する役者見たことないですよ。すごいです。いや初めてだからこんなの本番前にやったの。ここでやっちゃえば女だけなんだし。へえ。楽屋の中誰も入ってこないよ。座長に頼まれたんだよね。あ、座長に？座長ここ来る途中で事故っちゃってさ。え、代理で出演してくれって。まあいいんだけどさ、あんたらもう若くないじゃん。アラフォー？ あんただって見た感じ同じような年じゃん。私たちは20代のがむしゃらな時期は通り過ぎた上で、そういうがむしゃらとは違う覚悟を持ってやってんだよ。私ね、演じてる人間が演じることを楽しんでれば、それがお客さんに伝わって結果お客さんも楽しんでもらえるんだって。そうそう、私だって演劇に命かけてるかって言われたって、そもそも演劇に興味なんかないし。希望と栄光と猫の国、タイトルと内容が全然違うじゃん。全然希望がないよ。信じたんだよ、このキャストを。